横浜国立大学のホームカミングデーとして本日は設定されているよ富士通スタジアム川崎から高田陽一さんとお届けします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。大一番という感じになりましたね、この試合ですが。そうです ね、まあ、どちらにとってもね、ねえ、これは非常に大事なゲームなんで ね、どちらも勝ちたいゲームですよね。そうですよね、まあ、特に国士舘大学は2敗してるとはいえみたいな感じですよ ね、ですからここを抑えてしまえばっていう、大逆転がみたいなことが、ね、見えてくる感じ、ね、前節でね、東京大学にアップセットしてますからね。それを思うとって是が非でもって感じであります。今日もこれで勝てれば、まだ、入れ替え戦のね、そうですね、チャレンジマッチへの出場が、ね、ありますからね。首一枚残るって感じになりますからね。一方の横浜国立大学も連勝に次ぐ連勝でここまで来ましたんで、まあ、今日もベストメンバーという感じで、多彩な攻撃が、そして、まあ、ひっくり返されても、まあ、最後にね、急にまたチームを変えて、一気に勝負をつけるということができますから、どうでしょう、5、6本ぐらい打ち合いになればみたいな感じを、そうですね、点の取り合いになりそうな感じはするんですけどね、ただこの雨が降らなければいいんですけどね。そうか、この後の予報がパスを得意とするチームですからね。そうですよね、なんだけの勝負になっちゃうとっていう、万一がもし嫌なんてことがね、両チームにとって起こらないとも限りませんから、予断を許さない今日の富士通スタジアム川崎であります。そうですね、あのクォーターバックの、12番の福岡君が今、レーティング1位ですからね、ことはね、まあ、パスの成功率60何パーセントって非常に高い、そういうことですね、誇ってますし ね、逆に2位には、国士舘大学の出口君が、そういうことですね、2位で入ってますからね、パッシング、レーティングがいいということは、結局、まあ、長いパスもそうですけど、ショートパスもきちんと通してるってことですね、はい、そうなんですよね、回数ですから ね、うまくいくの、そういうことが十分考えられるから、まあ、いかに強いかというのは両チームで、そうですね、はい、でランニングバックの方も国士舘の一番の川島君がリーディングラッシャーなんですけど ね、今、ビッグエイトの方の2位にまたこの23番の横浜国大の野原がつけてるという、ね、この辺の2人の争いも ね、よく似た、ね、感じの ね、チームでは、ね、面白いんですよ ね、 ですよね。横浜国立大学はキックオフをしてそれをリターンしていくというのが国士舘大学です。国士舘大学と横浜国立大学の試合がまもなく開始されるところであります。両チームがまあどの辺を狙ってくるのか、まあ、どういう攻撃を展開したいのかっていうようなこともね、その都度お伝えしてまいります。横浜国立大学13番岩崎智郎選手が、まあ、キックオフをしてスタートということになると思います。そうですね、この岩崎君キックもあのすごいんですけどね、はい、あのディフェンスバックとしても、非常に活躍しますからね。そういうことは、そうですね、はい、岩崎、ね、ディフェンスバック、小村、佐々木、あ、この辺、あ、反対側のコーナーバック荒川ね、名だたるところが、そうなんですよね、揃っているディフェンスバック陣でありますので、まあ、横浜国大の方はですね、はい、まあ、試合を重ねるごとにですね、あのだん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 やっぱり強くなってきているチームですから ね、 なるほどね、まあ、昨年もそうだったんですけどね、それは、まあ、ある程度試合を重ねるうちにこうスカウティングでもう相手のあれも見えてきてっていうことで対策が立てられるってことなんでしょうね、それをまあどう打ち破っていくかっていうのは今日の国士舘大学のポイントかもしれません。奥へ蹴ってきました、これをリターンしていきます。ゴール前4ヤード付近から、まあ、結構なスピードです。10番がここまでリターンしました。30ヤードを超えてきました。国士舘大学大石選手のキックオフのリターンです。1回目のドライブシリーズがスタートするところであります。国士舘大学が前半1回目のドライブ32ヤード地点からファーストダウンの攻撃です。タイトエンドを使って2枚2枚こうレシーバーがいる感じ、守備は守り方を分からせないように守備をしています。目で2つフェイク、奥いきなり来た、
うわ不成功か不成功。いや危なかったですね今、危なくインターセプトですよね、これ2つフェイクでいきなり来たんですが、あシミはバッチリと守っておりました。18番の佐々木選手か、はい、ディフェンスバック、そうですね、セーフティーの選手が寄ってきましたよね、そういうことですね、だから、まあ、このディフェンスバック陣をどう攻略するかっていうねことも当然あれしてくるでしょうね、だからそうかといってねランプレーに行くとなんかマッチアップ的にこうなんかこう上がってきて止めたりしますんで、こう一筋縄ではいきません、一つフェイクピッチ、二つ目の選択へ渡した、右手かかった、また前進、ここまで21番がランプレーで登場です、はい、ですかね、ね、早いですね、荒川ですね、荒川君です ね、 ね、 ねえ、だからなかなかこのランプレーがあってんで8ヤードほど出ております、目でフェイク、そして2つ目のフェイクかと思ったところでピッチ来ました、右への展開、奥横と揺さぶってる感じですね、中への速いプレーがじゃあいつ来るのかって、まあ、ショットガンは速いのないでしょって言われるかもしれない、近頃はあるんです早いのがね、うん、サークセットしてますから前々こうゾーンでみたいな、あピッチした、みんな見ちゃってるから抜かれた、はい、川島ですね、一番が早いな、出ました ね、 ね、スライディングバックの川島の、ね、川島選手のラン、さーっと3人ぐらいが横に縦が早いですよね、早いですね、びっくりしました、こう横に人数足りてるのにさーっと抜けていってしまいまして、倍ぐらいの速さで走ってます、川島選手のランプレー、ファーストダウン獲得、4回の新しい攻撃権、第1弾を獲得、ボールは相手陣の48ヤード地点、縦横横ときました、いきなり横へカウンター的に揺さぶってる感じ、いい感じでスタートです、グッと動ってたんで大丈夫、向こうからプレッシャー、91番入れていく、ロールしながら時間を使って奥へ狙う、オセリアと不成功、はい、これは13番の岩崎君よくカバーしましたよ ね、 ね、10番があそこまで、大石選手があそこまで行ってましたが、ついていました、岩崎智朗選手の守備、ボールは元の視点、セカンドダウンの攻撃です、まあ、どちらもある程度攻撃をどうするかって、まあ、守備がどうするかって分かっててやってますから、なかなかの見どころ、セカンドダウン10の攻撃です、長い距離は残したくないなっつんで、まあ、相手を見てで変えてくるのかなって、セットバックにしたよっていうのは、中の速いゾーンで外への展開、アウトサイドゾーンみたいな感じで、そうですね、6番のキャリーですね、6番、ああマリコ選手のランプレーか、ランニングバック6番のマリコ、外側への展開を見せました、サーダン8の攻撃、8ヤードが残りました、まあ、是が非でも先取点を取りたい国士舘大学です、まあ、できるだけリードを取って横浜国立大学と後半を迎えたいところ、モーションでこっちへ来た、2つフェイク、両方のスクリーンがフェイク、まだここ1人いた、かわした、はい、外へ展開、あ、いけるのかな、18番が、これはいっちゃいますね、ブロックがいける、あ、いっちゃった、これタッチダウンか、タッチダウン、4年生高一、出口高一、はい、この出口君はこの走るの得意ですから ね、 ね、これはでも前にあのいたんですけどね、くさびを打つような選手が、はい、今もう完全な決め打ちの、ね、ランでした ね、 でしたね、右からロールのロールしながらのランですね、そうですね、フェイクダブルスクリーンのフェイクでって、それもモーションをかけてきましたんで、こう見ちゃう感じでどうしても動きが悪くなって、ラインバッカーがいたけど大外回ってまくりました、タッチダウン、先取点は国士舘大学が取りました、6対0トライ4ポイント、これはなんか低くなっちゃいました、うん、このキックはこれは不成功か、今そうですね、フィールドゴールはあれになりましたけど、不成功になりましたけど、ファールマーカーが出てますよ ね、 ファールマーカーね、反則の説明がございますね、審判からレフリーから説明があることになっております、どうだったって聞いて、こうですよって聞いてますね、うん、なるほど、なるほど、まあそういうことは、トライパーポイントはフィールドゴールトライは失敗ってことですよね、罰則も辞退ということになりました、はい、この失敗もちょっとね、後から響かなければいいんですけど ね、 いいですけどね、だけど、まあ、でもまあ 2,3 本やっぱりね取ることを考えれば、はい、
まだまだって感じですね。まず川島選手のタッチダウンランによりまして6点を先行しております。失礼、出口選手のクォーターバックキープによりまして6点を先行しています。第1クォーターの時間はスコアボード真ん中に9分33、第1クォーター残り9分33となっています。0対6、国士舘大学リードしています。まずは先取点ということですね。さすが攻撃力を誇る国士舘での攻撃でしたよ ね、 ですね。多彩な感じで横へ揺さぶってね、最後はキープでってんで、あ、このリターンもどこまで、あ、このリターンもいいですね、はい、いいリターンになりましたね。40ヤード地点まで返しました ね、 ね、だから両チームともいいとこからのスタート。今度はオレンジのユニフォーム横浜国立大学マッシフスの攻撃がスタートするところです。こちらも多彩な攻撃で、この東からファーストダウンを取るとオートマチックでね、1プレーやってみたりね、なんかやらないのかと思ったらなんかね、また時間かけたりとか、いろいろねやってくるんで、楽しめると思います。ファーストダウン10の攻撃です。38ヤード地点ウィングバックにしてるわけです。でモーションしてこうどうするの、相手を見てるんですね。渡し、中への前々で渡す。そうですね、こちらもエースランニングバック23番の信原のランから入ってきましたね、はい、入ってきましたね。それは71番がなんかこう横へ流れてスランとするみたいに山崎選手が止めているようです。信原選手、あのハドルでって作戦の輪を組まないでって、もしかするとワンシリーズシナリオなのかもしれませんね。セカンダン8の攻撃です。向こう側を塞ごうが塞がないかなってね、マンツーのふりをしてるって、あ、取ったけど向こう側にいないよ、間を抜けていく、これもいいランになりました。23番です、はい、これまた信原君の右のスイングパスでしたね。ランアフターキャッチを狙ったプレー、ね、見事に成功してファーストダウン更新ですね。そういうことですね。ですから守備の方もどうするか見せないように守り方は分からなくしたんですが、もうお構いなしでまず展開してきました。ファーストダウン獲得、敵陣の48ヤード地点です。2人のランニングバックをつけてどうするのかな。左のハーフバックへの持たせ、リードブロッカーがいました。あ、しかし早いタックルか、はい、これノーハール君ですね。タックルされてるみたいですけど、そうですね、またそのスルスルって抜けましたからね。抜けましたね、間をね。71番の山崎選手がタックルして止めています。作戦の輪を組まずにセカンドダウンで残り7ヤードでございます。横浜国立大学前半1回目のドライブシュート、相手を見る守備を見てこう変えていく感じです。どうするか、私をフェイクしての速いパス、11番に取ったところすぐタックル、11番のキャッチ、はいね、29番タックル、元山への5ヤードの服ぐらいですかね。ですかね、まあ、これは決めてるやつなんでしょうね。あらかじめああいうのも結構難しい、振り向かないうちにもう投げ込んでるような、ね、うん、感じ の、 南選手のあのタイミングで投げられるとディフェンスバックもカバーできないですよ ね、 そういうことですね。タックルするのが精一杯って感じですよね。そんな感じですね。サーダン2の攻撃、マンツーマンのフリをしてついてきたからマンツーマンなのか畜生っていう感じで、これ奥を狙って空いたところ、つげがフリーになってます。惜しい、不成功。つげ珍しいですね、この落球は、ね、連れ去ったところへフリーに、あまりにフリーになってきすぎましたかね。そういうこともねあるのかも。見事な当たりな感じだったんですが不成功、2ヤードを残して第4ダウンでございます。しかし敵陣ですから何をやることも何でもできるんですけれども、仕掛けられたら仕掛け返すかってどうするって、いや後半勝負だからまだまだっていうんでパントに行くんでしょうか。相手陣40ヤードでフォースダウンです。ちゃんとしてみドラインで押し込む展開が、横へ転がらずに奥行っちゃった、立ち場になってしまいましたね。これはね宣告でございます。パンターの岩崎くんがコントロールパントを蹴ったんですけど ね、 そうね、横に転がると思って横にセットしたら奥へ入っていっちゃいましたんで、タッチバックというか20ヤードからの攻撃、このシリーズは得点ありません。